本日はですね、数日前にリリースされて、私もちょっと Facebook で触れたんですけども、この小川みなさんというね、 まあ、あ、B 級アイドルかなんかに属するんですかね。えー、と、まあ、いろいろと深い過去をお持ちの方で、えー、ぶん前から私もね、あのー、ご縁があったんですけども、今日紹介するのはこの方の、まあ、いつもね、すごくいい記事を書いてるんですけども、こういう記事を私も書けるようになりたいなという、うこうやってな、ね、希望も込みで紹介したいと思います。まあ、一部朗読になると思いますけどもね、ご覧お付き合いいただければと思います。 えー、結婚はリスクなのかとかねモテないおじさんの共通点、うん、35歳を過ぎてもそして親のすねをかじるですかまあ私もねそんな時期があったんで身につまされますけどもさあ行ってみましょう。 うん、統計によると35歳以上で実家暮らしで結婚していない男性の数は増える一方、うん、その通りですね。で、200万人を超えるということです。まあ、そうですね、300万人以上かなと私のリサーチでは出てるんですけども、まあ200万人以上も正解ですね。それに比例して、えー、と思っているこの方が小川さんが思ってるんですけども、 結婚をリスクだと言って結婚しないといいかと選択する人も増えているのだということですけども、私も39歳までそう思ってましたね。一生独身だと思いました。結婚したい人もいないし、すると損だと思ってたんですよ。で、人の人生まで抱えるっていうのは、私は当時やってた会社の社員だけでもね、手一杯だったんで、うん、社員はいつか辞めてくれるからいいですけども、結婚っていうのはなかなか辞めてくれないっていうふうなね、思考でしたね。 うん、でもおかしいですよね、えー、最近は婚活パーティーや出会い系のサプリやアプリかサイトは大盛り上がりしてるわけですその通りそうなんですよマッチングアプリってむちゃくちゃ流行ってるのに結婚したくない女性と関わりたくないっていうふうなことを言葉では言っている表では言っている男性中年男性ね多いなということですそこは矛盾しているんですよ、うん、そして35歳以上で実家暮らしで結婚していない人は親のすをかじって生活している人も 多いのだそうですがこれって時間の問題で確かに、えー、病気になれば先に親はいなくなるあ違う <laughs> まあ大抵の場合は親が先にいなくなりますよねだから親に依存すすするるるここととがでできなくなくんですよそうなると何が起きるかっていうと女性もゲットできないで親の巣にはかじることもできないそんな中年男性がこれから爆発的に今増えつつありますさらに誰にも選ばれずに売れ残っていくという恐怖の 減少が予想されます。その通りですよね。例えば40代とか50代になってですね。うん、同年代の女性を。 恋愛対象に選ぶかっていうと選ぶと思いますけどもどちらかというとこういう中年中高年まで独身でいた人はいつまでたっても自分が若いつもりでですね見た目は若いと言われるみたいなことを真に受けて二十代女性を狙っていくわけなんですよ私自身にも <laughs> 身につまされますねで私はフェイスブックで約2000人が参加している出会いのグループを運営していると大川さんがですね、えー、これがびっくりするぐらいにモテないおじさんには共通点があるということなんで結構ね2000人ということなんで当てになる 数字だと思います、うん、それにはまず簡単に何とかできると思っているということがありますこれねギャンブル思考なんですよギャンブルしてる人って最後には自分の戦災一遇のチャンスがやってきて全部を救ってくれるって思うからずっと突っ込むんですよねで今まで突っ込んできたのは損にしたくないからさらにそれに突っ込んでいくというね絶対に勝てない思考になってきます同じように女性に対しても最後は簡単に何とかなると思っているとかねええー、年の瀬恋愛成功するって思っちゃっているということなんでしょうねきっと例えば そのグループに先ほどの小川さんが管理しているグループですよね女性のエントリーがあるとコメントで「よかったら」とか。 可愛いですね、とか。どこ住みですかという、宇宙一つまらないコメントしかできない。あ、結構お母さん言いますね、今回も。しかも、それがコッペのようで数手渡当ると思っている感がある。そう、あの、あんまり頭使ってないんですよ、男性は。<laughs> こういうの <laughs>。で、その人たちのプロフを見ると、ほぼ書いてない。で、とにかく写真がキモいと。私の写真もキモいと思いますけども、プロフィールをきちっと書くことは誰でもできると思うんですよ。プロフィール、結構書いてないですね。出身地も学校も。自分のことを隠して、自分の画像すら隠してですね、 えまあ演出だけでやっている感がありますよねで「おじさんアングル」なんて言葉があるそうですけども自分のプロフィール写真を自分で撮る時にあのかっこよく見せようと思ってかっこ悪くなるっていうねそんなああ感じですよって言ってますでちょっと下から自分でスマホを持ってすげえリアルな質感で表情が無表情、うん、笑顔で写った方がいいと思いますよ私は笑顔でしたかねどれちょっと見てみようかな私は笑顔だった心配になってきましたね うん。薄笑いだ。<laughs> 私はちょっと薄笑いなんでダメですね。<laughs> すいません。<laughs> えっと、これ。はい。ね、入れ替えないといけないなえっ、ー、と、で、あのね、こんな女性からアプローチがあると本当に思ってますかそうですね。自分のスペックが低いのに、それで大したコミュニケーション能力もないのに、アプローチがあると思ってますかっていうふうに怒られちゃいました。はい。 で、どこから、あ、女性の写真を利用している業者の投稿にも必死に可愛いですねとかコメントしてる。そう、あの、女性の投稿って結構ね、業者のコメント釣りであったりするんですよ。アフィリエイトの釣りですよね。そこに対しても一生懸命やってるという、なんだか可哀想にもなってくるレベルということで、哀れんでもらってます。まあ、この小川さんっていうのは、結構男性心理に詳しいと言いますかね、男性の本能とか、その愚かさとかね、単純さってものを、よくよくご存知の、 うんまあ幼少期を過ごして、えー、おりますんでねちょっと深くは言えないですけどもねうん男性に対してはすごく冷めているところがあるのかなそして期待しているところも同時にあるということですねでモテないおっさんというのは自分を客観視できていませんで一人りの理論を展開しますもう私のことを言われてるようですね本当にそしてそして女性に相手にされないと結婚はリスクだ 一人の方が気楽だと自分を騙す。その通りですね。<laughs> 要するに持てないから一人でいることを正当化していたのが過去の私であり、この小川さんが指摘する35歳以上の実家に住んでいる男性、独身男性に対するメッセージなんですよね。で、結婚にリスクなんてありません。その通りです。全然ありません。リスクになりそうな人を選ぶからなんですよ。もしくはリスクになりそうな人で手を打っておくからなんですよね。 うん。リスクだと思うのは、その人に努力が足りないだけです。その通りですよね。やっぱ、女性に対してリスクっていうふうに考えるってことは、自分のできないことを女性に追っかぶせようとして、それができてないから、ということです。で、それを制度とか、誰かのせいにして、結婚はリスクだなんて言うんですよね。自分に素直になると、それが第一歩、間違いなく。 そう思います、えー。結構いいこと言うなと思いますよね。いつもね、この方はね、本当に本質ついたいいことを言ってくれるんですよ。まる、あ、でね、私の姿をずっと見てるんじゃないかなと思うぐらいですよね。やっぱ素直になって、自分が何々できないのは世の中のせいでもないし、えー、自分がきちんと打算をした上ではなくて、むしろ打算ができてないから、計算ができてないから、全く分かっていないからっていうことになってくるのかなと思いますよね。えー、実際にあの、私のこれ、国家の体験になりますけども、 結婚してみて大好きな人に尽くしていくそのための人生を選ぶってかなり楽しいと思いますよ、うん、で自分のやったことによって愛する人がねあの笑顔になったり幸せになったり楽しさを感じたりするとで、ね、あ一緒にいてくれてよかったっていうふうに、うん、思っていただけたり自分が思ったりとかねこれはなんかね一部親孝行とかそれから社員に対する愛情にもつな、うん、がるのかなと思います、まあ、要するに 自分が有利になりたくて結婚しようと思ったらそれはリスクだって考えられちゃいますけども誰かを幸せにににに豊かししよようとと思ってて結婚すするところに別にリスクななんん存在しないんですよねで自分の力量なんですよ自分が体力的にうんまあ相手のパートナーをね満足させるものを持ってるかとか自分が資金的に相手のパートナーを満足させられるものを持ってるかとか自分の知恵が相手のパートナーに あの役に立つような知恵なのかってことを考えていくと、その3つが揃っていた場合、リスクになるところっていうのは全くないんじゃないかなと思います。これはビジネスに対しても言えますよね。どんなビジネスをするにもリスクは存在しますけども、リスクを超える自分のスキルがあればいいだけだと思います。今回は以上です。